皆さん、こんにちは。アティン、ドのミヤクボーイ、キイングタクです。サッカー、日本代表、日本代、韓国の招集、決まりました。ようやく、元モンテの、えー、坂本選手、呼ばれました。イエーイただ、海外組、今回のメンバー、9人、少なすぎます勝てるわけがございませんはい。カーツです。そして、サプライズ勝者だった、大久保嘉人は、残念ながら、呼ばれませんでした。悲しいじゃん大久保嘉人と呼ばれて欲しかったなうん、泣きたい。 対数韓国は内緒です。ジャガー期待してほしいし、大阪期待してほしいし、清だけ呼ばれないの残念ですし。カズ呼ばれないの残念です。キングカズ呼ばれないの残念。悲しいちゃん。はい。ええー、日本で韓国、早いけど使い予想します。2対0で日本が勝ちます。ハーフナーマイクがいればもっと取れたんだけど、今回は2対0で、はい。ゴールしてほしいですし。まあ。勝てます。というわけで以上です。バイバイ。